ここは村山市の西郷という地区で、語呂というか西郷を245と、呼ぶようになったのがきっかけで245スケートパークとさせてもらってます。この西郷の地から、村山をもっと発展するような、で若者がもっと集うような施設を、もうちょい拡充しながら、スケートボードを核に、社会貢献および、地域発展につなげていきたいなと思っております。練習でうまくいかなかったところも、本番うまくいったので良かったです。周りの人と楽しくできたり、あと決まった時のなんていうか爽快さみたいなのが魅力です。